もうあれやめる、あれは。いつかね、若い連中が出てきてね、足すくわれみたいな、そういう戦慄をね、もう期待したけどね、もう全然刺激にならないからね、もうやめます。石原知事は1995年から16年間、芥川賞の選考委員を務めてきました。しかし最近は大半の候補作品について批判を繰り返していました。自分の人生を反映したリアリティがないね。つまり心身性、心とね、要するに体、心身、そういったものもね、なんとかな、心身性が感じられないね。これに対して昨日、芥川賞を受賞した田中伸弥さんは次のように反論しました。はい、では断ったって聞いて、気の小さい選考委員が倒れたりなんかしたら都政が混乱しますんで、都知事閣下と、東京都民各位のためにもらっといてやるようないいじゃない、皮肉っぽくて。俺はむしろ彼の作品評価したんだけどね。もう片方は全然ダメだ。日本文学振興会は石原知事に直接会って今後の対応を考えたいとしています。